はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビージです。では今回は、信長の野望大使、上杉家、前田慶次物語、続きをやっていきたいというふうに思います。ここまでですね、東北地方を完全に制覇したわけなんですが、まあ、家康との兵力差、これはまだね、いかんともしがたいものがあるということで、実は一旦家康とは和睦をしています。で、この和睦を使って何をしたいかというと、まず内政、国力の充実。前回、堀家、との和睦で、金をね、大量にゲットしたので、この金をばらまいていこうというのが一つ。で、堀家、和睦、家康と和睦という順番で和睦をしたので、堀家との和睦の方が先に開けるというのがあるので、家康と和睦をしている、まだその停戦期間中に堀家を攻略しにかかろうかなというふうに思っています。では早速続き始めていきましょう。もうね、だいぶ金も使ったんですが、それでもまだ10万近くあるっていうね。この金をどかすか使っていきましょう。で、特にね、堀家先に攻略が終わったら、家康との国境がさらに増えるので、その国境地帯に大要塞地帯を築いてい報告く。いたします。で、そこに家康を率い入れて、家康軍を打とうというのを考えています。先月の収支です。下知を。もうだいぶね、軍馬増えたので、軍馬を使った戦いっていうのが、より充実したものになりそうかなというふうに思っています。で、継続発展は一括選択、金をじゃかじゃか使っていくぞ。とにかく今は内政、国力を上げて、家康とのね、力の差を少しでも縮めていきましょう。宣戦布告はできる状態になるかどうか確認していきましょう。まだもうちょっとかかるな。あ、そうだ。あと前田とね、少し良しみを通じるために、親善の使者を送っています。なので、前田もできればね、こちらに味方してもらいたいなという部分はありますね。あと、花押入りの感情を発動してるのは、これ、最上義明が寝返り出すんで、最上義明に、感情を送っています。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。本当にお金に困らない生活になっているっていうのは、もうありがたい。その一言につきますね。かしこまった。で、家康軍を引き入れて野戦で撃破というのが理想なんで、まあ、そういう展開に持ち込めるように頑張りましょう。で、そういう意味で言うと、城も実はね、強化してあります。まあ、家康との国境に近い城を中心に、まあ、城もね、さらに増強をかけているので、まあ、一つ二つ仮に城が落とされたとしても、次の城で、家康軍を迎え撃てるという体制ですね。せぬか。報告いたします。先月の収支です。評定を始める。さて、そうか。重鎮が一人死んでしまったんで、新しく誰かを指定しなきゃいけないんだな。まあ、ここは最上義明にしよう。ためのむでもいいけどね。まあ、できれば最上はね、この家を、どんどん強くしていくためのね、力を発揮してもらいたいな、というふうに思ってるので、表情最上をを覚える。しっかり採用していこう。で、やっぱり、兼続だよね、圧倒的な施策力を誇っているのは。で、何を採用するかですが、竜騎兵はまあいいとして、ホロ州結成、部隊移動速度上昇大。ホロ州結成だな。ご命令を。
承知。もう金に困らないっていうのが本当に素晴らしいよ。新設できるところなんてまだあったっけ？もうほぼほぼ全部使い切ってる気するんだけど。新設できるところを探す方が大変なんで、一旦放置してですね、候補地が5個あるって出てたね。まあ、ただここさ、新しく軍馬入れるのどうなのって感じもするし、やめておいて、これをするぐらいだったら宣戦布告できるかどうか確認しよう。まだできないね。次のターンでおそらくできるようになると思います。で、家康との国境近く、いわき、小峰、柳城、この辺りからはやっぱり兵は出しづらいので、それ以外のところから、堀家討伐の兵をね、繰り出していきましょう。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。さあ、では先生の報告。我が軍、狂わせてもらおう。まあ、家康が堀に味方したところで、家康がこちらへ進軍侵入することはできないので、この隙を突きましょう。早速兵を出します。どこで迎え撃つかというのはあるんですが、まあ、堀家どうだろう。これ見る限り二正面作戦で一気に蹴りをつけるというのもありだね。まずは兵の配置を変えます。景勝、南王衛、兼続、この辺りは一旦温存したい。その上で新しく兵を、まあ、遠くからでもいいので、新規追加していきましょう。遠いところからでも全然構わないですね。ここは数で一気にこれを食いたいと、まあ、下手したら決戦を行わなくてもいいかなぐらいな感じなので、兵装は全員足軽でいきましょう。まあ、来たるべき家康との決戦のために兵力は温存。これで15,000、15,000の兵引き連れていく必要あるかな。まあ、一応これで出陣しましょう。で、二正面作戦を行います。で、ここもね、兼続を出す、あるいは景勝を出す必要はないという判断で、刑事も温存します。前田刑事物語と言いつつ、刑事いつまで温存するんだよというところではあるんですが、温存します。ここもね、遠いところから中心に兵を出していきましょう。いや、これでも甘かす五島隊は入れなきゃいけなくなるんだね、進路上。私に続け。これで兵30,000近く動かしますが、肝心の国境地帯はしっかり兵を温存できる形になりました。1人2人と病で倒れていく。何？前田が我々との親善を取りやめた。雲行きが怪しいね。南部との同盟切りか。報告いたします。ここは南部との同盟は回復をしましょう。
南部と争う意味はもはやないので。ご命令を。南部との同盟交渉を行います。おっと、同盟が結べない。であれば、まずは、親善でしっかり南部との同盟を回復するための、親書を挙げにかかります。まあ、南部がこちらに宣戦を布告してくるっていうことは、まあ、ありえないと思うので。かしこまった。この潤沢な金をね、まあ、使った国力の充実を図っていきましょう。ちょっと待ってね、今二正面作戦やると言いつつ二正面作戦になってないね。ちゃんと二正面作戦を行わないと。で、部隊を追加していきましょう。ヤナトリ城は出したくないよ。となると、まあ、この程度になっちゃうのかな。渡り城は出そう。小峰城は出さない。まあ、これで兵数1万。こんだけの兵がいれば十分落とせるかな。で、ポイントは、とにかく、無兵装。まあ、工場兵器は持っていってもいいかなと思いますけど。鉄砲や軍馬は温存。家康との決戦の備えで温存します。進め。戦で死ねぬか。結城秀康が死にましたね。報告いたします。先月の終始です。まあ、家康がいつ喧嘩を吹っかけてくるかわからないという状態ではあるんで。それに備えて対命をいつでも発動できる状態も維持しておきたいので、まあ、ちょっとバランスが難しくなってきましたね。基本もう建てたいものは建てたい場所に建ててるので、開発系は継続発展を原則とします。何？家康の軍勢が佐渡金山を狙っている。使いの者が来たようです。堀家で交渉の申し出。金銭11万5500を上杉に譲渡。金に目がくらむ。再び。いや、堀家むちゃくちゃ金持ってんな。家康も矛を収めたよね。いや、金に目がくらむわ、これは。さすがにこんだけの金をちらつかされると。っていうかさ、堀家ってどんだけ金持ってんだ。とんでもねえ金持ってんじゃねえかな。いや、でももう堀金持ってないね。一方金22万。って家康をしのぐよね。ほら、だって家康ですら金7万しか持ってないのに、上杉は20万を超える。とんでもねえ金持ってるな。金持ちランキングで言うと1位なんじゃないか、きっと。まあ、他にも金持ってるところはいるけど。まあ、上杉勢で言うと兵数5万っていうのがちょっと少ないよね。家康は30万持ってますからね。毛利で16万。この16万っていう兵を、まあ、味方につけられるかどうかっていうのがポイントになりそうですね。
まあ、堀との停戦、これ最後になると思いますね。次もだって堀から今までと同じぐらいの条件で、まあ、報告いたします、和睦が結べるとは思えないので。先月の終始です。ご命令を。むちゃくちゃ金持ちになってる。は、早く家宝を持ってきてくんないかな。豊臣と家康が和睦したということは、いよいよ家康がこっちに向かって兵を出してくる可能性が高まりましたということが言えそうですね。長宗我部と秀頼が争う意味がわからないよ。ここはさ、一緒になって家康を討とうっていう体制を取らないと。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。承知いたしました。堀との回戦ができる時期までまた我慢をしていきます。今や日本一の金満大名となったこの上杉、まあ、金を持ってれば勝てるというわけではないですからね。合戦に、あ、南部との同盟回復忘れてましたね、すっかり。では南部との同盟の回復を行っていきます。この策はいかがでしょうか。施策力でいうと議論商業がちょっと明らかに足りないので、ちょっと今回議論商業でいきましょう。いや、議論商業になった途端に金継がそのまま生きてはいるものの、刑事が完全にカス化したな。表情を終える。前田刑事物語って言いつつも、ちょっと刑事を構ってる余裕がないぐらいにカス。ご命令を。では忘れないうちに、南部との同盟の回復を行いましょう。あれ、同盟が結べない。マジか。南部と同盟結びたかったんだけど。ちなみに前田とまた交渉ができる状態に持っていくための、まあ、親善ができそうなので親善をやっておきましょう。お、影勝からか。金が欲しいんだな。よ、いいだろう。金ならいくらでもある。金をやろう。お、長宗我部と徳川が戦う。ここは長宗我部。世の汚れを払い。さあ、ここで三つ葉葵の密書が発動したね。まだ堀との停戦が明ける時期ではないので、そうだよね、もうちょっと我慢しましょう。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。
こっちから家康に、ね、合戦を仕掛ける勇気はないからな。できればやっぱり家康の方から侵入してきてもらいたいんですよね、こちらに。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。いや、それにしても全然商人やってこないな。商人から家宝が買いたいんですけどね。顔入りの感情が終わっちゃうしな、そうこうしてるうちに。対面発動しておく。顔入り感情、これを誰宛てに発動するかだよな。ためのぶもまあブルーだから大丈夫だしね。吉明は使ったばっかでしょ。吉明も中性ブルーになってるし大丈夫そうだね。いや、堀金もう8万も貯めてやがる。むちゃくちゃ金持ちだな、堀さん。堀さんの領土そんなにうまいのか。なおのこと堀の領土が欲しい。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。さあ、じゃあ次は軍事だね。やっぱり軍事に戻しましょう。表情を終える。早米を入れて、あとは牧畜支援入れる？海上攻撃でした。すいません。ゲチオ。ではいよいよ再び。は。堀との海戦に踏み切っていこう。もう今度こそ池の出を止める。もらおう。まあ家康は当然敵につくと。力を貸すぞ。助太刀いたす。早速出兵していきます。まあ影勝も含めて主力は引っ込めよう全員。で、追加するのは遠方から兵を集めていきます。で、もう全員ね、無兵装いらないよ。足軽隊で攻めよう。家康との決戦に備えて軍馬鉄砲はとにかく温存。まあ、それでも兵力差で圧倒できるとは思うんで、兵1万5000を出陣させていきましょう。進め。今上杉 VS 堀家、長宗我部 VS 徳川家ということで、まあ、家康はどっちの戦いにも参加しているということで、家康のね、力を削ぐにはいいかもしれない。報告いたします。
ここでまた前田との親善が取りやめになってるな。前田とはできれば味方になってもらいたいんですけどね。家康との決戦は総力戦になるのは必要なので、かしこまりました。できるだけ味方になってくれる大名家が大いに越したことはない。さあ、じゃあ志村隊を行くぞ。得意の目的地変更で直政、堀直政のいる飯山城へ転進させます。報告いたします。先月の収支です。兵糧もお金も十分にあるという状態なので、今この健全なうちに国力を伸ばしておきたい、領地も増やしておきたい。敵が我が領内に向かっております。お、堀直政隊が4100で佐渡へと都会してくるか。ではこれを迎え撃ちましょう。いやー、1500で4100と戦うのはきついな。となるとこの志村隊を手を打ちましょう。追っかけで戦場へ投入しよう。敵の数決して多くはない。4100であれば志村隊1万5000で撃破は可能。報告いたします。まあやっぱり佐渡を取り返したいんだろうねっていう動きですよね。敵の方も表情を終える。さあ、方策考案、城内調略か。城主交渉有利は結構でかいよな。あと、対名考案も大きいよね。対名考案が先かな。あとは、水路整備で干ばつを防止しておきましょう。下地を。とにかく、イエスとの決戦が、まあ、近いというのを承知した上で、兵をね、うまく使っていきたいというところになりますからね。いや、それにしても、堀直もさ、4100もよく兵集めたな。こちらは1600、シクラ、常長。どうかな。沢田城が、まあ、籠城でしばらく城が持ってる間に、こちらの五詰めの部隊が到着するのを待ってもらうしかないかな。間に合うよね、志村隊がね。果たせぬか。お、堀秀治が死んだ。報告いたします。いや、この佐渡はしっかりさ収めておきたいよ。重要な収入源ですからね。さあ、五詰め決戦ですね。ここは指揮を取って一気に堀直政隊を撃破、さらに都会して本領を脅かしましょう。
作戦としてはもうここは本陣切り込みでしょう。で、罠は泥沼全面に張っておく。これで全ての兵力を左翼に集中。覚悟せよ。ご命令を。覚悟は良いか。ご命令を。一応ね、あの釣り要員で志村隊だけ泥沼の前へと展開しておきます。始めるぞ。ゲッチ。泥沼にはまってくれれば志村の本体3500で、これを攻撃していくと。やりたい。前へ。やりたい。前へ。やりたい前へ。ゲチよ始めるぜ。足軽隊前へ。この戦すべては我が小中です。やりたい前へ。やりたい前へ。さあ早速八代隊を壊滅に追い込んでますね。では敵の陣に向けてこちらも兵を前へと出していきましょう。本陣です。まあ、敵の罠があったとしてもここはね、ゴンベイだ。ゴンベイがいる。一筋縄ではいかねえか。守りが甘いぞ。さあこれでただゴンベイの部隊も撃破は完了ですね。叩き潰せ。負け戦かよ。そしたらちょっと一旦しっかり時間を止めて本体を敵へと向けていきます。本陣切り込みもついでに発動。やりたい前へ。やりたい前へ。一撃貴様にかわせない。さあこれで決まりますね。やりたい前。この戦すべては我が小中です。まさか我らが。こちらのダメージほぼなく完勝ですね。4000の兵を撃破。天下を滑るまで勝ち続けるのみよ。ではこの13000残った兵をそのまま行くぞ。森の本領へと進めていきます。春日山へまずは出陣進めと同時にさらに兵を出しましょう。もうここは攻め時ですね。完全に攻め時。まあ、ここも無兵装でいきます。今主力になるべき騎馬隊鉄砲隊を投入する時ではないという判断ですね。進め。徳川から援軍が出るか。徳川からの援軍、その数がどれくらいになるか。相当な数の援軍が出るね、家康から。使いの者が来たようです。オリケル交渉。おお、城を譲渡してくれると。いや、ただここはもう完全に堀を飲み込む、そのチャンスなんで。飲み込んでからだ。ただ春日山が思ったより報告いたします。激戦になりそうな、先月の終始です。そんな気配ですね。ご命令を。
あそこで負けるわけにはいかないからな。かしこまった。手を打ちましょう。進め。さて、ここは合戦をしないで自動で勝ちに行く。喧嘩を滑るまで勝ち続けるのみ。ほぼ壊滅させたな。いや、家康との代理戦争とも言えるこの堀家との戦いで大勝利を収めたのは大きいね。世の汚れを払い天下に性質をもたらす。三葉葵の密書発動。長宗我部がその対名の対象ね。これは歓迎するよ。で、豊臣側に参戦する。かたじけない。まあ、ここは、普通に二手に分けちゃえばいいでしょう。もぐら攻め。金5000でモグラ攻め使おう。金などたやすい。さらに強行だ。大筒目標を決めていく。モグラ攻めの力を見よう。おお、モグラ攻めだ。モグラ攻めが決まったぞ。いやー、圧勝だねー。まあ一応堀はそのまま飲み込みたいので全員解放して、全員我が配下としたい。じゃあこのまま飯山城に向けて出陣。これで堀家はあっさり食えるな。報告いたします。先月の収支です。表情を始める。ここは軍事優先でいきましょう。サラサラ越え欲しいな。サラサラ越えといえばやっぱり成政ですけど、いやー、最上義明も本当にでかいね。持ってる施策力そのものが。金山銀山の収入、加工技術アップ。これはまんま金につながるね。ご命令を。では今回はまずは、いつもの継続発展をやるんですが、それ以外のところで言うと、家康との国境近く、こういうところにまず防塁を築く。はい。さらに砦を。砦を築くにあたってはまず撤去だな。で、その上で新設。砦だね。砦は隣接する拠点まで先着が確約されるので砦を作って、砦はさらに欲しいな。防塁、ここも撤去でしょう。完全に対家康のための防御のための無人としていきます。かしこまった。で、あとは砦。承知いたしました。で、その他こそもうどうでもいいけど、一応砦を中心、防塁を中心に作っておく。あと漁村ね。漁村作れるところがないとなればどうだろう。梶村、
ちょっとそろそろ鉄砲もね、数欲しくなってきてるんで。承知いたしました。は、まあ、鉄砲やっぱりかしこまった、強力ですからね。遠距離攻撃が効くっていう意味で、その一点でも鉄砲を持っておくっていうのはかなり有効です。あとは残り2つの城を取ったタイミングで、もうちょっと精査をしていきましょう。一旦これでいきます。徳川と長宗我部が和睦、さあここはどうする？47日の強行だな。本日目標をどこを目標にするか。狭間とかどうでもいいしな。まあ、ここは神代湖優先項目にしておきましょう。破壊のね。落とし穴などにはまったか。いや、マジは落としたね。そしたら飯山城取った部隊は一旦騎乗させよう。いや、ちょっと退陣させておく。家康が攻めかかってくる恐れがあるので、まあ、しっかりと領内が安定するまではこのまま止めおきましょう。報告いたします。で、この飯山城近辺に、さらに築城と、防塁砦を築いていくっていうことをやっていきたいと思います。というところでね、時間がいい時間になりましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きまたやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。